腰痛、反り腰、下腹ぽっこり悩まされてませんか？今回は寝たまま簡単にできるのに効果絶大な布団やベッドでできるうつ伏せメニューやっていきましょう。スマホ顔の前置いていきましょう。まずはチェックをしていきます。両膝曲げた状態でももの裏がどのくらい持ち上がりますか？全く浮かない人かなり痩せにくいです。今回のメニュー一緒にやりましょう。かかとをお尻につけるようなイメージで膝を曲げましょう。まずはもも裏を使いながら太ももの前側、腸腰筋を伸ばしていきます。楽な姿勢でやってください。朝起きてすぐや寝る前、1日2回できたら最高です。かなり体が整ってきます。かかとをお尻につける感じで、あまりここがね浮かないようにやってください。はい、じゃあ今度は片足膝曲げましょう。このまま体をちょっと横にひねって戻します。体をひねって戻します。上半身がね一緒にこうやってついていかないように注意して行ってください。楽に寝たまんまやっていいですからね。腰の筋肉をひねっていきましょう。リラックスした状態でやってください。息止めないようにねやってください。反対も同じようにやっていきます。膝を90度に曲げてひねりましょう。肘ついた方が簡単だったらこの状態でもいいです。腰から下だけをねひねるようなイメージです。ポイントはね、膝の角度が変わらないように90度に曲げた膝で体をひねります。悪いのはね、無理にひねろうとして上半身がついていくこと、これは注意ですよ。よっしゃ、いいですよ。両膝曲げて前のももを床から浮かしてみましょう。上半身はね、寝たままでもいいですからね。布団やベッド、楽な姿勢でやってください。これ悪いのはね、斜めに足を浮かしたらね、さっきと同じになりますからね。真上にももの裏を持ち上げてみてください。できるだけももの裏に集中して持ち上げましょう。はい、いいですよ。今度ゆっくり交互に膝を曲げてみましょう。伸ばすときにゆっくり下ろしてください。このときにね、ももの裏筋肉がしっかり使われてるんですよ。皆さんここ弱ってる筋肉ですからね、ももの裏上手に筋肉をね伸ばしてください。曲げる、伸ばせ、ゆっくりですよ。この肘ついてると腰少し痛くなるんでね、寝たままの方がやりやすいかと思います。よし、いいですよ。今度はね、足をプラプラしてください。寝たままでも肘でもいいです。膝から下をプラプラ振ってください。これが実はね、ももの裏の筋肉めちゃくちゃ使ってます。瞬発的に筋肉使うのってすごいね、力がかかってますから、結構これきついかもしれないですけど、マイペースでいいですからね。これもも裏使ってんのと思ったらね、触ってみてください。硬くなったり柔らかくなったりしてると思います。よっしゃ、 OK。 で今度はね、つま先を伸ばしたり曲げたり、つま先を伸ばして曲げてを繰り返します。結構つま先をね起こす筋肉って弱い人すごい多いんですよ。足首硬くて、まあ、反り腰だよっていう人とか、足首硬くて前もも張るよっていう人はね、つま先起こす筋肉がね弱いんです。これすごい大事ですからね。
よーし、OK。両膝曲げたままでね、左右にお尻を振ってください。これ体幹をね、ひねって鍛えてます。この筋肉っていうのはね、力がかかって戻すときにね、より力がかかりますから、楽に足振ってるようでね、実は結構鍛えられてるんですよ。もう寝る前、朝、おすすめです。よーし、 OK。 じゃあ今度はね、早く膝の曲げ伸ばしをしてください。足が床につく手前でピタッと止まりますよ。ここで一番ね、もも裏の筋肉の収縮がね、かかってますから、一番ここも鍛えられるぞ。これ悪い例はね、上半身もね、ついていかないように踏ん張ってくださいね。よし、 OK。 そしたら今度はね、手を前に伸ばして、両方肘をね、交互に曲げましょう。寝たまんまでいいですからね。もうメニューが分かったらね、スマホ見なくてもいいですからね。交互に肘を曲げましょう。肩肩甲骨動かしてください。できれば肘がね、しっかり伸びた方がいいですからね。頑張って、あと少し。よーし、 OK。 じゃあ今度このままでね、腰振って全身揺すってください。足も腰もブラブラ振ってね、これで血行がすごい良くなりますからね。寝る前、朝、全身が血行良くなるね、時間っていうのはね、代謝が上がりますから、しっかり血流をね、上げましょう。全身ブラブラ振ってください。楽に振ってください。よーし。で、このままでね、片足横に出してみましょう。これでキープです。楽にね、スマホ見ながらキープしてください。ちょっと腰回りとね、股関節回り硬いよって人はね、ちょっと腰揺すってみてください。少しね、股関節の力抜けると思います。この悪い例はね、お尻があまり上がりすぎるとね、良くないです。しっかりね、股関節下にひっつけて、はい、じゃあ反対も同じようにいきましょう。股関節の筋肉がね、緩みますからね。もしスマホ見にくいよって人はね、これ肘ついたままでもいいですからね、楽な姿勢でね、やってください。股関節をね、床につけてリラックスして呼吸しましょう。股関節が硬くなるとね、下腹ポッコリになってきますから。よっしゃ、いいですよ。はい、じゃあ今度はもう一回、腰から下を揺すってください。結構股関節周りをね、しっかり伸ばすとね、痛くなることあるんで、痛くなったまま終わっちゃうとね、筋肉つきますから、その力を抜く感じでね、腰を揺すってください。楽に振ってくださいね。これでもね、骨盤周りの筋肉緩んで、骨盤調整にもなりますからね、毎日ね、習慣にしてやってみてください。よーし、 OK。 朝晩1回ずつできれば最高ですが、朝か夜どっちか1回でもいいです。全身の疲労毎日取れますから、続けてみてください。やった人はグッドボタンやコメントで教えてください。